どうもー、今回はですね、このちょっとね、発見したんですけど、ちょっと匂いかな。なるほど。ちょっと見せますね。ちょっとお待ちください。おお。これ何かっていうと、ちょっとびっくりしたんですけど、イカ焼きそばラーメン。イカ焼きそばラーメン。イカ焼きそばラーメンっつうのを発見して、なんやねんそれみたいな。焼きそばでええんちゃうかと思ったんですけど、ちょっとこれレビューしていきたいと思います。イカ、あ、めっちゃ焼きそば、イカ焼きそばラーメン。これラーメンにする必要あんのかな。じゃあスープいただきます。まあ結論言っていいっすか？結論言っていいっすか？焼きそばでいいんじゃねみたいな。これなんでラーメンにしようと思ったのかな？もう結論ですね。本当に、焼きそばの薄い、焼きそばをお湯で薄めた感じです。マジで焼きそばをお湯で薄めた感じです。まあチャレンジですね。何事もチャレンジですよ。まあスープは頑張ったなっていう感じはしますね。まあああの焼きそばの濃いソースあるじゃないですか。濃いソースを薄めてるんだけど、でもそれを薄めただけじゃ微妙だからっつって、多分頑張ったと思います。食えなくはない。だからイカ焼きそばのやっぱ味を残しつつラーメン風にしたっていう、まあ、これ限界値だな多分。あ、一つ発見した。これ一つ発見しました。これ食べてるじゃないですか。これを食べてるとカップ麺の焼きそばが食いたくなる。こう間違いなくカップラーメン食いたくなって、カップラーメンの焼きそばが食いたくなってきた。めっちゃ違和感したが、このスープの味がどちらかというと UFO なんですよ。 UFO の味。めっちゃ UFO 食いたくなってきた。 UFO をスープで飲んでるみたい。めっちゃ違和感あるなこれ。これ UFO だな。 UFO、 やっぱ UFO が食いたくなってきた。 UFO 食いたくなってきた。 UFO が食いたくなってきました。
今自撮り棒をちょっとね探してるんですけど、自撮り棒を買おうかな。自撮り棒買おうかな。このね、自撮り棒、もう4年ぐらい使ってるんですよ。だいぶ使いましたね。で、今面白いね、結構面白いやつが出てるんで、三脚にもなる自撮り棒。なるほど。あ、ちょっときついな、これ。ちょっとね、これはね、おすすめできないですね。これほんと焼きそば食った方がいいな。ああ。結構後半きついです、これ。化学調味料まみれですね、完全に。ああ、これきつい。これめっちゃきついっす。いいか。ああ。いやー、これは絶対後悔だな。これ後悔っすね。これは絶対買わない方がいい。失敗した。いや、興味本位で買うもんでもないですね、これは。まあでも、ここから学ぶべきことは、エースコックさん、チャレンジしてるなと。挑戦してるなと。誰もがやらないこと挑戦したなと。まあ、そのたまにはね、その挑戦も、まあ、時には破れる時もありますよ。こう、誰が商品開発したんだろう。でもなんでこの焼きそばをラーメンにしようと思ったんだろうな。何なんですかね。
でもこれが企画として通って商品に出るっていうのはエースコックさんすごいですね。やっぱこのエースコックさん期待したいです。やっぱ豚キムチ作った会社ですから、エースコックは豚キムチですね。はい、ということで、今回、買ったこのなんだ、イカ焼きそば、イカ焼きそば、イカ焼きそばラーメン。まあ普通にこのこっち食った方がいいな。はい、普通にですね、カップラーメンじゃなくて焼きそば食った方がいいと思います。一応イカ焼きそば乗せときますんで、イカ焼きそば、これじゃないですよ。以上です。